Baby Metal. This is our guide to America. アメリカで好きな食べ物はピザとハンバーグとお肉といっぱいあるんですけど、日本とアメリカの食べ物の違いはどちらも心がこもっててすごくあったかくて美味しいんですけど、どちらかというと日本の食べ物は薄味で、海外の食べ物、アメリカの食べ物は濃くて大きいっていうイメージが強いです。アメリカにあって日本にないファッションは、なんかアメリカの服って露出度が高くて、なんかお腹が開いてたりとかおへそが見えたりとかして、なんかすごいセクシーな服が多いなっていう印象があるんですけど、まだ3人はそういう服を着たことがないので、ちょっと今度3人で挑戦してみたいなって。We are Baby Metal.This is our guide to America. そうですね、私がすごく大きく感じる音楽の違いはメタルシーンでなんですけど、日本だとあんまりメタルのアーティストの方ってすごく少なくて、メタルのフェスとかを日本でやっても結構海外の方がライブをやってたりすることが多いので、だからあんまり逆に結構アイドルがたくさんいて、なので私たちはメタルとアイドルを融合しているので、これがジャパニーズスタイルなのかなって思ってます。メタリカさんです。私たちがツアーに回ってる時は結構移動で忙しくて、あまりテレビとかこっちのテレビを見ること機会が少ないので、逆にアメリカで人気なテレビというかおすすめのテレビを教えてほしいです。